こんばんは。こんばんは。ちょっと待ってね。すぐ充電が切れちゃうから充電器を注がせてください。えい。ゆきたんが一番だね。こんばんは。で、どうぞ。なんか斜めなんだよな。すごく。とても。どうもー。ちょっと待ってね。みんな来たかな。こんばんはー。エコーがすごい。こんばんは。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。ちょっと揉め遅れてなかったんですよ。少々お待ちを。文が短くなっちゃった。申し訳ない。届いたら届いたって教えてね。えい。さあ、こんばんは皆さん。朝ごはんにステーキ食べるとか金も食べたことないよ。はい、皆さんこんばんは。ちゃんと見えてるかな。久しぶりに。見えてます？見えてる？大丈夫？今日はどうしてカラオケ配信？いや、特に意味はない。特に意味はないけど、なんか歌いたいなと思って、純粋に。まあ、急ですがね、お付き合いください。やっほー、こんばんは。みんなこんばんは。カラオケ配信なのやったぜ。イエス。カントリーマーム食べてるんだ。それはどうぞお食べください。研究生がパジャドラ練習してるでしょ。いや、パジャドラじゃなかったよ。急にっていうか、昨日なんか普通になんか配信するのも嫌だなと思って。ショールームを開きますね。まずショールームを開いて、子供へのルームを探して。どうも皆さん、最初何歌おっか。でも決めてるんだよね実は。あ、まぶしい。白いな、なんか。なんか白くない？いつもより。なんで白いんやろ。洗濯物しながら。仕事どころじゃなくなった。なんで。何歌おうかな。まあ1曲目だからテンションが上がる曲がいいんですけど、前回歌ったやつじゃない方がいいよね。前回歌った。お、合ってる。じゃあこの曲にします。なんかさ、下目なんだよねやっぱり。台を持ってくるの忘れてしまいました。本当にすごくやだ。どうしよう、何をあれにしようかな。
倒れるなこれ、やっぱりこっちの方がいいや、もうしょうがない、自分がバカだったために台を持ってくるの忘れたんですね。あ、音は割れてない、大丈夫、エコーすごいな。まあでも歌ったらそうでもなかったあ、音は大丈夫ですか。あ、出てる、変じゃない、ない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 さあ、というわけで、というわけで、というわけやあ、テンションが高い。まず1曲目歌います。ティティン、1曲目は何でしょうか。うるさいね、ちょっとちょっとうるさいね。あ、音大丈夫、したとか
ちにするな今の自分見せてみろここがロドスださここで止め前を向いてさここで止め音こもってるなんかねでもここもねなんか変なんだよね前回よりあよかったというわけでここがロドスだここで飛べでしたクロスタワーありがとうちょ曲中だから言えなかったもう前届いたありがとうみんな教えてくれて器用をああたぶんね、マイクをね、こうしたらね、携帯っていうかタブレットなんですけど、今日。それをね、たぶん向けたらね、ダメなんですよね。そう。そうなんですよね。そう、だから、萌が癖、なんか癖で、公演とかの癖でこういう風にしちゃうんですよ、こうね。マイクがここにあってここに当たるからこっち向けば大丈夫だと思うんだけど多分正面向いたらこの方がいいんだよねマイクはいるせっかくのカラオケ配信だからいるよそれはいるようんそれはいるよじゃあ次は何を歌いましょうてか大丈夫あれは大丈夫ですか止まってないですかショールームはショールーム自体は止まってない？それは大丈夫？マイクの持ち方に癖つけてみよう。こっち向くときはこれでいいんだけどね、声が入んないんだよね。止まってない？画質はよろしい。動いてる？大丈夫？たまに止まる？大丈夫よかったありがとうじゃあ萌えしか映ってないそれは当たり前や逆に萌え以外映ってたら怖い怖いやめて後ろに人がいるよとかやめてね肩に手が乗ってるよとかガチオーケーありがとうじゃあというわけでねクロスがタワーを投げてくれたのでクロスにリクエストを聞こうと思います何の曲がいいいないいないやめてみんながいるそう画面にみんながいるから大丈夫画面にの前にみん画面の前にそうサザエさんの歌歌えない歌えないよタワー特権イエスセンスが問われるそうかな春が来るまでハテナハテナですだけどそれでいいの春が来るまでそう48グループだけなんですよね歌えるのはあと坂道 AKB さんの何曲かとかが聖書春が来るまはえハテナになってるけどいいのマキちゃん言わないと背中から抱きしめて多い曲ソロ曲とかもありなんかユニット例えば週末のテッドさんとかあとフレンチキスさんとかも大丈夫だけど基本48グループの春が来るまででいいのかな？じゃあいいのかな？ハテナがんって感じだから。ラリルが
はい、というわけでタワー特権のあ、はい、というわけでタワー特権てれん、久しぶりに歌うな。あ、曲名に自信そういうことかな。懐かしい。懐かしい。白く積もった夕べの雪の跡、そう歩いたらキュキュキュ靴が泣いた。今朝は青空、いつもの通学路、街がなんだかキラキラ光ってる。ハートの遠回り、好きだと言い出せない、あなたのことを考える。その度に道の日陰に続いてる輪立ちさえ切なくて、春がやってくるまで消えないで、隠したこの愛しさ。美しくこのままで止まってる画面止まってる、大丈夫。風はまだまだ頬には冷たくて、ことの「マフラー巻き直した」「今の季節はあなたがそばにいる」「同じクラスの普通の友達」「どこかで会えるかな」サザンカの咲く道で、私はきっとわざとぶっきらぼうに軽くおはようって言うでしょ。微笑みを胸の奥告白できるなら楽なのに、言葉じゃ伝わらない。時々止まる、なんで。なら明日が来る、今でも片隅に恋の雪、気づいてくれたならいいのにね。懐かしいね、この曲。Wi-Fi かな、受験ですか。受験じゃないです春がやってくるまで消えないで、隠したこの愛しさ。
思いが降り積もる恋の雪、気づいてくれたならいいのにね。もう少しエコー強くていい？本当？ちなみにこの曲は吉本さんの作曲です。止まるみたいだね。なんでや、なんでだろう。ありがとうございます。というわけで春が来るまででした。焼きの拍手楽しかった何の報告それこんばんは、今来た皆さんもこんばんは、アニュアンセヨー止まってない、止まってる人と止まってない人がいるみたいだね。そう、青木いたわ、ありがとう。お小遣いは大丈夫それが心配。やすすのだめ、それ歌えないんだよな、申し訳ないな。やすすさんの、やすすさんのダメ出し電話は歌えないんだなあと俺とお前はは歌えないんだなそうなの、止まってた、嘘。アイドルうにゃーにゃの件、わあ懐かしい。あるあるかな、あるあるはずなんだけどな。私はアイドルなんてったってのやつよね。懐かしい、めっちゃ懐かしい。それそれでいい、アオキーは懐かしいね。うにゃにゃにゃうにゃにゃにゃうにゃにゃにゃうにゃにゃうにゃにゃうにゃうにゃよ。滑舌が心配。アイドル足りる、これだ、懐かしい。にゃ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 、うーにゃにゃの剣だ、うーにゃにゃの剣。よし、いきます。最初どうだったっけ、最初どうだったっけ。あった、しかもあれ本人映像だよ、アニメバージョン。うにゃにゃにゃうにゃにゃにゃうにゃにゃにゃうにゃにゃうにゃにゃうにゃうにゃよ。懐かしい。昔のアイドルなんてだってスキャンダルはノーサンキューだけど今は逃げられない。壁に耳あり障子耳あり、あっという間に拡散しちゃうネット炎上、やってられない清純派。懐かしい。つけずにスルーでごめん、本当じゃないけど嘘でもない、どっちつかずでじうこんにちよろしく。うにゃにゃにゃうにゃにゃにゃうにゃにゃにゃうにゃにゃうにゃにゃうにゃうにゃよ。うにゃにゃにゃうにゃにゃにゃうにゃにゃにゃうにゃにゃうにゃにゃうにゃうにゃよ。ああ私たちだってトイレも行くし、時にはルールも破ってしまう土の子パンダよ味方して。はい懐かしい懐かしい懐かしい。アイドルはうにゃにゃの件でした。懐かしい懐かしい。途中でねあれが出てくる、あやふやも出てくるけど歌えなかった。懐かしいね、イエーイ。あ、みほちゃんありがとう。たわ、じゃあみほちゃんのリクエストきますか次は。ね、めっちゃ懐かしいねあれもうだって
あ、土の子、あ、土の子パンダ読み方して。土の子もありがとう。土の子とみほちゃんに、じゃあみほちゃんから先に聞きますか。その次に土の子の、土の子のこのこパンダさんの。パンダついてないけど。みっちーこんばんは。ね、そうパルルさんもかわいさんもチリナさん、あとレナッチとか、もう参加してない、参加してない。セブンティーンか、セブンティーン歌えるかな。 A メロが分かんないんだよな。タッ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 タメグ出てたよね昔、歌番組で。セブンティーン歌えるかな。一回一回聞こう。一回聞こう。ね、おめぐ出てたよね確か。だってセブンティーンのあれが、あ、スペルが。やばい、バカがバレちゃう。今でも君が一番、僕が生まれてそうだっただよね。だよ、だよねって。なん、ぶ、ぶ、ん、ティ、イ、イ。うわ、セブンティーンいっぱいあるな、なんか、あ、違う、あ、あ、セブンティーンいっぱいあるな、あ、あった。ちょっと待って、一回一回聞くね。一回聞かせて、一回聞かせて。見つけた。僕が生まれて育った海のそばのこの町、久しぶりに帰ったらショッピングモールができてた。時はいつでも魔法の杖で、時はいつでも魔法の杖でルーができてた。練習中。時はいつでも魔法の杖で、道の色式を変えるけど、身の音と潮の香り、あの頃のままだよ。セブンティーン、今でも君が一番だ。卒業アルバムの右の端、やっぱり君が一番だ。何度めくって確かめたんだろう。はい、なるほど。ちょっと B メロらへんが心配、不安やな。お待ち、久しぶり、久しぶりに帰ったら、僕がそばのこの街、久しぶりに帰ったら、ショッピングモールができてた。時はいつでも魔法の杖で、道の景色を変えるけど、波の音と潮の香り、あの頃のままだよ。 OK 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 OK。 ちょっとワンハーフだけどいい。歌えるかな、リズムが一緒だったら歌えるけど。セブン、これ、わさみんさん
岩佐美咲さんの卒業公演で歌われてて岩佐さんがすごくその時に初めて聞いて萌えが、そうめっちゃいい曲やなと思って、てか萌え今セブンティーンやん今気づいた、もうセブンティーやん、セブンティー、そうや今セブンティーや、もう見てきたありがとう、そうやセブンティーや、今忘れとったわ、私セブンティーや、はい行きます、歌えますように、若い気づくの遅い、確かに、今気づいた僕が生まれて育った海の岩のこの町、久しぶりに帰ったらショッピングモールができてた、時はいつでも魔法の杖で道の景色を変えるけど、波の音と潮の香りあの頃のままだよ、セブンティーン今でも君が一番だ、卒業アルバムの右の端、やっぱり君が一番だ、何度めくって確かめただろう、誰かな、君の実家の酒屋はコンビニになったんだね、店の中を覗いたらレジに君が立ってた、スタイリストになるのが夢といつか話してくれたけど、思い通り行かなくても幸せそうだよね、安心した結婚式って聞いた、好きだというのが遅すぎた、子供もいるって聞いたよ、話しかけずにさらば青春、めっちゃ悲しい曲やな、これめっちゃ切ない曲、めっちゃ切ない、意外と歌えた、そしてでも君が一番だ、卒業アルバムの右の端、やっぱり君が一番だ、何度めくって確かめた、だ今でも君が一番だ、思い出の中輝いてる、やっぱり君が一番だ、このままずっと初恋の人、懐かしいというかすごいタイムリーもあるし、自分にとってはすごく懐かしい曲というか、歌ったことはないですけど、またこもり出した、あらやばいありがとうございます、みほちゃんありがとう、クロスもあおきもありがとうございます、というわけで土の子のね、今度はリクエストを聞いていこうと思います、何がいいですか、
ね、すごくいい曲。悲しいより甘酸っぱい、確かに甘酸っぱいって感じもあるけど、なんかさ、だって2番の歌詞すごく切なくないですかね。初めて聞いたけど2番はね、もう B メロが好きなんですよね。 B メロのメロディーというか、波の音と潮の香り、あの頃のままだよ。だからあそこはなんかハモリじゃないですか、結構ハモる部分だから。ツチノコ何がいいですか？レモンみたいに酸っぱい。それは聞いたことあるの。富山さんや福田さんも来るかも。いや来るって言ってた時間があれば行くねって言ってた。考え中？なるほど。ガラスを割れば歌えないんだよな。そう今歌おうとしちゃったけど、こう歌えないんだよな。ヤンディーこんばんは。さっき始めに行ってくれてありがとうございます。気づいてたんですか？いやこちらこそ、なんかすいません、突然 お伺いしてしまい。猫やも歌えないんだよ。そうなの。ポジションいいね。うざ。ちゃんちゃんちゃん。ご飯食べてきた、おかえり。うちの子は今 まだ考え中なのか、それともコメントができないのか、どっちなんだろうそう、フォーティエイトグループ限定なんですよ。火山灰とかは大丈夫。ゆきりんさんのソロ曲とか。もう一件こんばんは。なぎさん、なぎちゃんこんばんは。勝敗といいね。ロボス一番最初に歌っちゃったんだ。そう、オーバーチはあ、オーバーテイクか、びっくりした。オーバーチは歌ってって言われる。 AKB48 AKB のオーディションで歌ったのはあれだな、会いたかったですね。横浜アイスマンさんこんばんは。 AKB48。 あれ、すごく見てるのかな。栗崎さん初見です、こんばんは。なに、ツインテールって何？ツインテールって春菜ちゃんのもね、ぴょんちゃん、ぴょんちゃんのこと。あ、バレバレでした、ありがとうございます。なんかすごい申し訳ない。リクエスト来た、あ、ちょっと待って、見逃しちゃった。片思いファイナリー、いいね、大好きです、名曲。いいね。SKE さんの曲でも一番大好きな曲、片思いファイナリーなんですよ。ファイナリー君に伝えよう。はい、というわけでエモすぎる、確かに。はい、歌いたいと思います。ドン。 CD 買いました、萌え。片思いファイナリー好きすぎて。あ、本人映像。あ、しかも吉松さんだ。あ、なんか、お、最初これ懐かしい。君はこんな近いのに、僕は遠くを眺めてる。視線の端でさりげなく君の存在を気にしてた。春の日差しのカフェテリア、偶然同じテーブルでハートが固まったように言葉を交わせなかった僕だった。好きなんだ、君が好きなんだ。初めて会った時から記憶の中の種より
して強く惹かれた。好きなんだ、君が好きなんだ。今までずっと隠してた。今日こそは立ち上がって告白しようか、ファイナリー。あ、PV は見ちゃうと、 PV 見ちゃうとなんか PV になんか目がいっちゃう。人を好きになる理由は誰も説明つかなくて、おそらくきっと後付けさ。ゆりあちゃんがいる。情感以上のなぜはない。君の周りの友達はみんな切れているけれど、僕は一歩立て引かない。ランチタイムが終わっても I love you。 突然だ、恋は突然だ。募る思いどこかに溢れてしまう前にどうしても言っておきたくて。突然だ、恋は突然だ。空気を読んで抑えてた感情を今さらけ出す。僕の愛しさはファイナリー。やばい、こうなっちゃう。突然中止とかしちゃうから。イエスかノーかのアンサーよりもずっと胸に溜めてた。君への愛しさをついに解禁だ。好きなんだ、君が好きなんだ。初めて会った時から記憶の中の誰より発して強く惹かれた。好きなんだ、君が好きなんだ。今までずっと隠してた。今日こそは立ち上がって告白しようか、ファイナリー。 Oh! 好きなんだ、君が好きなんだ。ファイナリー君に伝えよう。ここでファイナリー。懐かしいけど PV、 PV がちょっとこうなっちゃう。あ、 PV だから。ね、この PV 体張ってるよね、すごく。直視できない。そう、これを小学生の時に初めて見たんですけど、こんな感じだった。もう、あっ、あっ、あっってかで見てた、すごく。そう、直視できないんでね。そう、はい、というわけで片思いファイナリーでした。リフレインのフリーで、ゆりあちゃんもいるし、もう SKE さん、萌のテレビで見てた SKE さんだから、カノンさんとか。そうそう、クーミンさんとかレナさんもだし。その時にちょうど萌えを見てた。あ、つむつむ、ありがとう。つむつむのリクエスト聞きますか。
おぎそ、おぎそ、そう、みんな大先輩。何がいいですか？萌えがどうか歌える曲でありますように。あー、純情、純情、ララ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 ラ、歌詞が出てこない。タタ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 、何がいいですか？つぶつぶも悩んでるのかな。あ、安幸さん、どうもありがとうございます。なんかみんな、なんかすごいリクエストのためにありがとう。ロマンスかくれんぼ、おお。なんかやっぱりリクエストの曲だとあれですね、なんかコアな曲っていうか、そういう系が出てくるね。リクエスト待ち、そうだね。ロマンスかくれんぼ。いきます。ちょっとお茶飲もう。そう、次は安幸さんの。安幸さん考えといてくださいね。街が赤く染まる、そよ風が通り過ぎて揺れる影防止、誰にも言えない私の初恋、そっと日記に書いた頭文字、好きなんです、心の中にロマンスをしまったままで、あなたに会うと苦しくて泣きたくなる、かくれんぼ。長い光、オッケー。神社の境内に蝉の声が響く、色褪せた低い空に光る一番星、小さな秘密が大きくなってく、昨日聞いた片思い、ごめんなさい、普通の顔でときめきを隠したままで、見つからぬように自分にも嘘ついてる、隠れんぼ。もういいかい？まだだよ。もういいかい？まだだよ。私の恋はずっと隠れたままでした。好きなんです、心の中にロマンスをしまったままで、あなたに会うと苦しくて泣きたくなる、かくれんぼ。
歌ったことないよ、歌ったことない、全く全くない。じゃあ続きまして、安幸さん、あ、アバター変えた安幸さんアバター一瞬で変えた。わあ、クロスまたありがとう。じゃあクロスのリクエストもう一回聞くね。というわけで安幸さんのリクエストで長い光を歌いたいと思います。これはねフルサイズで歌いますよ。吉正さんの作曲でもあり、吉正さんのライブでも歌い、吉正さんの公演でも歌い賞金こんばんは、けんちゃんこんばんは、岩木と皆さんこんばんは響いちゃった今、こんばんは。はい、というわけで歌います。君について、わ懐かしい、歌えるかな。 OK、 後でちょっとやってみます。早起きありがとうね、また来てほしい、 やりたいです公演。照ること
つも見えない夜も心の奥に何か感じるはず。愛しさを鏡にして私の光を届けさせて。懐かしい。長い光よ永遠の祈り、何億光年思い続けてる。晴れた夜にも雨の夜にも私のことを見守ってくれた人、この部屋の明かりを消してあなたの光に包まれたい。あったよね。というわけで、長い光でした。久しぶりに歌ったな。というわけでジェニオもリクエストを聞こうと思います。歌ってほしい曲で、クロスが君について。君について、 A メロ歌えるかな。結構あれですね、エモい、エモーショナルな曲が多いですね。あ、そうだ、最初英語で始まるんだ。わあ、どうしよう、一回聞く一回聞く、一回聞くね。最初の英語 My darling be my baby love みたいな感じだよね。じゃあそここの部分歌ったことないの。歌ったことあるんだけど、コンサートでね、歌選抜に選んでいただいて。前髪をちょっぴり切ったこと、ビーズに待ってること、ホラー映画とパクチーが苦手で、ノラジョーンズがお気に入りで、几帳面な映画だってこと。うん、一年も近くにいれば素顔だって見るけれど、どうしてどうしてこんなにこんなに詳しい僕なのか、
そう君について、なんとなく気になっていたのだろう。出会ったあの日から一方的惹かれ始めてた。そういつの間にか誰よりも君を知っているはずさ。熱く語ってしまうよ、僕は恋をしてる。うん、 OK。 最初の英語はちょっと難しいかも。君について、ズミニ、あら、ズミニはいなくなっちゃった。というわけで君について歌います。最初の英語大丈夫かな。 Oh, come on, it's all love is up you。 困った？あら、マリタイビーマイレビーラブ、ここ難しいよな。こもってるしね、音。Oh, come on, you know what love is, love is。 あ、3位のとこに隠れてた、見えなかった。あれ、リクエスト考えておいてね。かっこいい、かっこよくない？コーヒーより紅茶が好きなこと、前髪をちょっぴり聞いたこと、ピラティスにハマってること、ホラー映画とパクチーが苦手で、ノラ・ジョーンズがお気に入りで、几帳面な映画だってこと。懐かしい。一年も近くにいれば素顔だって見るけれど、どうしてこんなに詳しい僕なのか。ついてなんとなく気になっていたのだろう。出会ったあの日から一方的惹かれ始めてた。そういつの間にか誰よりも君を知っているはずさ。熱く語ってしまうよ、僕は恋をしてる。懐かしい。部屋の模様替えが趣味の一つで、コンタクトレンズを使ってて、クロールじゃ泳げないよね。どうでもいいエピソードも心の箱に溜まってた。今までどれだけ横顔を見てたから、んテロップ？そう君について話してよ、僕が知っている以外どんなことでもいい、幸せも
時に不幸せも、そう愛しさとはそのすべて、知りたくなることさ。宝物たちを集めて、君が好きと気づく。気づいた、ありがとう、教えてくれて教えてくれてありがとうちょっとね、こうね、こうやってた気づいた、ありがとう。そう君についてなんだって知りたくなるんだ。ああ声や仕草癖とか考え方まで、そう愛しさとはそのすべて、知りたくなるとさ。目が離せない、いつでも僕は恋をしてる。仕事終わった、お疲れ様ね。すごいいい曲、テクニシャン。乃木坂歌えないんです、ごめんなさい。についてでした。めっちゃいい曲、懐かしい。そしてパチパチパチ、リクエストありがとうクレス。さあ、そう SSA で歌った。ジェニオ、何がいいですか、何を歌ってほしいですか。パチパチありがとう。私もさっき配信してた、本当お疲れ様。三日月の背中、ああ歌えるかな、寂しく歌えないんだ。三日月の背中お滑りのやつだよね、あれ違ったっけ。そうだよね、あれサビはあったっけ。練習タイム、そうだよね、 NNB さんの曲だよね。1ページひなこのやつだよね。すごいサビはね歌えるんだけど、練習、練習タイム。練習時間、ページ開こう。わあ、歌えるかな。 A メロが不安。で
てて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 。あれ？そもそもなかった。待って。やばい。これが この電木の中にない。なんで？このここにない。あ、え、ない。ま、結びな右にストリング。み、ない。ない。なかった。なかったです。なかった。三日月の背中滑れなかった。あー、ごめん、なかった。次何がいいですか？タワー投げんと受付。あ、あのジェニオが終わったらみんなのリクエストタイムするよ。決勝、決勝、待って、決勝もう歌えないかもしんない。待って、決勝、オッケー、待ってよ。歌えないかも。待って、決勝、AKB メドレーあるよ。広告が怖い。ああ。練習タイム。いや、決勝はあった気がする。うん、ある。変えてもいい。練習しときます、練習しときます、ごめんね、練習しとく。結構ね、なんかファンの方のリクエストの中で歌えない曲多いんですよ。あ、歌えないっていう曲多くて、ちょっと練習しときます。この世界が雪の中に埋もれる前、待って、これも歌えない。待って、どうしよう。この世界が雪の中に思える前に、これも NNB さんだね、確か。ああ、そうだ、待って、ダサいオサム、もう難しい、待って、
溶けてしまったのだろう。みんな一応全速力で僕を見上げ、待ってむずい。この世界が雪の中に埋もれてく前に、冷たい風を振り切って迎えに行く。走っている意味なんて何もないけど、何かしたかった僕たちの目に愛するエビデンス。ああ、サビだけや。この世界が雪の中に埋もれてく前に、え、変えたら次何になる？ドキ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 。え、なんかタワーの人のリクエストタイムみたいになっちゃってるので、ちょっと、え、鈴木さんどうしよう。さっき聞いたけど、この世界が雪の中に埋もれてく前に、願い事を持ち腐れ、懐かしい。少女たちよ。おお、すごい。少女たちよって見た瞬間安心してしまった自分がいた。少女たちよ。よし、ロドスはもう歌っちゃったの。あ、お待たせしました。ごめんね、萌えが勉強不足なばかりに歌えない曲が多くて。よいしょ、歌います。申し訳ない、本当にごめんね。ごめんなさい、本当に練習不足なばかりに。ああ、一緒に、はい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 、空に散らばった星のどれが一番に輝くのだろう。聞かれても誰もきっと答えられない。暗闇の先にここから見えない光がある。ステージの片隅でもがき続ける。悔しさや虚しさも青春の時。少女たちよ、もうすぐ夜明けが来る。夢の未来はこれから始まる。ウォーウォー、少女たちよ、何も諦めるな。悲しいことなんかすべて捨てて、全力で全力で走るんだ。人の目に触れる星
しと気づかれない星、そこにはどういう下がるの光、届かないくらいに離れているとか、雲のせいだとか、理由が欲しい。思うように生きられない、今の自分がもどかしく不安なら背中を押そう。悩みながらいつしか強くなれる、今日の涙は明日の力さ。もうもう悩みながら前歩き出せよ、立ち止まったらそこで終わる。頑張って頑張って信じるんだ。そう、こもっちゃってるんです、たまに。いきますよ、皆さん。 AKB48 少女たちよ、もうすぐ夜明けが来る、夢の未来はこれから始まる。ウォーウォー少女たちよ、何も諦めるな、悲しいことなんか全て捨てて、全力で全力で走るんだ。というわけで少女たちよでした。お待たせしました、ごめんね。はい、というわけで、あー萌えキュンアンサッサラとサランヘイカムサヘイオータワー。そうね、タワーの方のあれがなんかすごい、皆さん無理しないでくださいね、本当に。無理しないでね、本当に。安幸さん投げてくださったんですけど、さっきリクエストを聞いたので、今投げてくれた萌えキュンアットサランヘイさんのリクエストを聞いて、ちょっとね、それでまたみんな、なんていうの、タワー投げないといけないのかなみたいな風になっちゃうのもちょっと嫌なので、なんて言うん、何がいいかな。そう、なんかね、キリがない気がしちゃうので、よかずの仕業まだ歌ってないよ。よかずの仕業もいいよね。でもこう、いつも歌ってる、よく。それ気にすることないと思う。そうだね、これで最後っていう言い方もあれなんですけど、一旦ここで例の続き大丈夫だよ。何がいいですか。などうすればいいんだ。困っちゃう、困っ、ありがたいけど、自由にしよう。自由にしよう、自由にやりますね。リクエストタイム楽しい、本当？で、
今までのカラオケ配信なんかリクエスト聞いてなかったから。萌えキュンアットサランヘア、そう前回あのツイッターにリクエスト募集しておくといいかも。なんかさ、その時見に来れない人とかもいるからさ。むすんのれがちょわ、むすんのれがちょわよ。何がいいって書いてある？もえ、桜の木になろう。シャーターの女神引っ越しました。リバー火山灰。なんかリクエストだと自分が、まあ、いつも歌わないやつが多いんだよね。さっきまでアイスティーイフイフイフじゃ始まらない、恋をしているなら。知ってる歌が、あ、ああ知った、知ってる歌がないのか。歌いたい曲萌えが違う、X ジャパンは歌いません。萌えが歌いたい曲のリクエストですかっていいのかな。じゃあお言葉に甘えて、あ、どうしよう。どうしよう、いざ言われるとな。どうしようかな。じゃあこれにしよう。これにしよう。でも懐かしいと思う、ファンの人。よし、いくよ。ディリン、はい、はあ、誰もいない冬の海は独り言が似合いすぎて、話しかける水平線、波の音が静かな相槌、大好きだった彼のことを聞いて欲しかった。会いたい会えない私たちはすぐそばにいるのに、心はそれ以上離れている。この手を伸ばしたって触れられないぬくもり、愛は記憶の中で眠る。歩きにくい砂の上で生きることに足を取られ
口を言った。波打ち際沈む空が抱きしめてくれた。初めてだった、こんな風に恋をしたことは。会いたい会えない、誰が悪いわけではないけれど、悲しいジレンマが涙になる。自分で決めたくせに忘れられる愛しさとは、はあまりに長い痛み。来てくれて懐かしい富山さん富山さん、公演やりましょう富山さん、後藤さんもチョイスが2ですね。ありがとうございます。あ、間違えた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 、やめてやめて。あ、この歌歌いたいんだけどね。じゃあちょっと歌ってもいいですか、この歌。ノースリーブスさんがの曲で、もうすごく大好きな曲なんですけど、この歌いきますね。あ、イントロで予想したい、ごめんもう出ちゃった。この歌テンション上がるし、すごい曲。一瞬だけでも僕のものにしたいよ。100分の1ハートが欲しいんだ。永遠になんて言わないから、あいつのことなんか忘れてくれ。友達の彼女なんだって分かってる。それでも近くにいるのが苦しいよ。
唇触れずキスができたら君よ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 君を傷つけない。唇触れずキスができたら愛を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 諦めよう今は。チーム K のツアーで歌ってたんだよねこの曲。しおりさんとか山本さやかさんとか。いつものように話していたのに二人は突然黙っちまったよ。あれ変なになっちゃったリズムが。そんな目をして見つめるから出会いの順番を忘れるんだ。いやつと知っているけど衝動に負けそう。このまま奪ってみたくなる。指さえ触れず抱き合えるなら僕は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 罪をかぶる。指さえ触れず抱き合えるなら夢で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 構わないさ。いつかお互いの運命それ以上愛しく思ってる。唇触れずキスができたら君よ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 君を傷つけない。唇触れずキスができたら愛を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 諦めよう今は。ノースリーブスさんの唇フレーズでした。久しぶりに歌ったこの歌でもね、今日このカラオケルームに向かってくる途中にあこの曲歌いたいと思った曲があるんですけど、この曲歌ったらあの前やったさあの順位のあるじゃないですかリクエストのやつあれやってみたいなと思っておるんですけれども、この曲は自分にとってもすごい忘れられないというか一回しかやったことがないんですよ公演で。なんて言えばいいんだろう、というわけで歌います。何の曲演奏してみてね、多分最初でわかるんじゃないかな。説明がそう説明ちょっと歌ったんです私。セミゴブの前髪かき上げ君が微笑む意見、突然久しぶりに会いたいなんてどうしたんだ。待ち合わせ僕たちが好き
きだったパンケーキが来ない。左手を立てて薬指をわざと見せたのは、新しい彼氏ができたってこと言いたかったのか。 OK 君の勝ち。11月のアンクラへと今でも外せない。君にもらったあの日の二人のシークレ、さよならにこんにちは。僕より優しい人と出会えたのならしょうがないって諦められるかな。幸せなニュースのはずなのに少ない口数、引き止めてよなんて責められるような気がした。手と挟んだオープンテラス、ガラス窓の向こう側、この空と渚から色が消えたみたい。誰の勝ち、あの夏のアンクレへと今すぐに発想か。波打ち際を走った素足に揺れていた足首の思い出よ。眩しい日差しの下で寄せるさざ波、水しぶきまで切なくなってきた。思い出はいつかどこかで片付けるつもり。彼の家までこのまま送ってくよ。アンクレへと、アンクレへと、左の足首リグレへと。11月のアンクレへと今でも外せない。君にもらったあの日の二人のシークレ、さよならにこんにちは。僕より優しい人と出会えたのならしょうがないって諦められるかな。 Wow 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 yeah yeah wow 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 yeah yeah。 やい。これね、一度だけ富山さん公演でセンターをやらせていただいたんですよ。それが忘れられなくて。そうなんです。またいつかね、センターに立ちたいなっていつもこの曲を聴くと思わされます。はい。でもなんか歌いたい曲がなんかたくさん出てきた。じゃあこの曲歌おうかな。萌キュンセンターの時めっちゃ感動した。本当に本当に、いやもう本当なん、それなんです。チーム B でまゆさんのアンダーをやらせていただいて、どっちがいい？じゃあ2曲もうちょっと歌いたいの、まあたくさんあるんだけど、たくさんあるんだけど2曲歌いたいのがあって、1つはポップバラードだけどちょっとポップ、もう1つは完全バラード。どっちがいい？2曲歌う？2曲歌う？2曲歌いますか？じゃあ
時間もまだあるし。両方バラード多いで。でもじゃあ最初はまずこっち歌う。ちょっとね、まゆさんのことを思い出したらこれ歌いたくなっちゃった。ピピッ。さあ何でしょうか。これはね、でもタワー来た。ほんと？あ、もう一曲あとサランヘさんじゃない。オレンジ色の三日月が空の端っこで拗ねてるみたい。電話くらいできなかったの。あなたが憎たらしい。ずっと待ってたのに。今日は仕事が忙しいことなんて私にだってわかっているけど、一人きりのアスファルトは足音が寂しすぎて、空き缶の一つ蹴りたくなる。泣きたくなるほどあなたに会いたい。今すぐこの空を飛んで行きたい。どうしてこんなに好きになったんだろう。本気になるつもりはなかった夜風の仕業。マイクこもる。またまた俺さんもたわ。あ、カムさんもいた。雲がかかった三日月がずっとあの場所で待ちぼうけしてる。星がそばにいくつあってもあなたじゃなきゃダメ。あのたった一つの星、児童公園の地層に腰掛け着信履歴を何度も眺めて。私だけが恋の比重重すぎて傾いてる。眠るくらいちょうだいよ。泣きたくなるほどあなたに会いたい。今いるその場所へ飛んで欲しいの。どこかへ寄り道したい気分なのよ。一人の部屋に帰りたくない。夜風の仕業。ああ、この歌めっちゃすごくいい曲で大好きなんです。シアターの女神公演が大好きなんですよね。イキリンが見える。見えない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 。どれだけ待ったらあなたに会えるの。このまま夜明けまでここにいようか。どうしてこんなにムキになってるんだろう。明日になればまた会えるのに帰りたくない。今ゆきりんさん見てきた。はい、というわけで夜風の仕業でした。
ちょっと萌が歌いたい曲、これねめっちゃパラめっちゃもう落ち着いちゃうけど大丈夫かな。ちばちゃんありがとうみんな。次の曲いっとくてたからだなんでもないです、いきますね。でんバババッと歌っちゃいましょう、どん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 ね。この曲はすごく切ない。いつもの日だまりでそっと瞳閉じて深呼吸した過ぎ去った月日が浮かんでは消えてく光と影、何をやりきったのか、それともやり残したか、今なら冷静に思い出せる、さよならね終わるわけじゃない、別れ際に強がってみた、ぬくもりに甘えたらきっと新しい自分になれない、配信時間長いですね。そうなんです、3時間経ってます。3時間、そう、冷たい風が吹く寂しい夜に一人を濡らす、未来が来る前にいくつもの夢を見て朝を待とう、何をやってみたいのか、これからどう生きるのか、自由という名の広い空よ、さよならで終わるわけじゃない、私はまた歩き始める、いつの日か振り向けばきっとこの道を来た意味がわかる、だから今は気づかないで涙拭った、その後も優しい言葉かけられたら立ち止まり、そう空を見上げ進む、さよならで終わるわけじゃない、別れ際に強がってみた、ぬくもりに甘えたらきっと新しい自分になれない、まだ卒業しないよ、まだまだ卒業しないよ、さよならで終わるわけじゃないでした、ゆきりんさんの、ゆきりんさんじゃない、まゆさんの、ゆきりんさんの次にまゆさんのソロ曲を歌わせていただきました。いい曲、本当に。次何歌おうかな、テンション上げたいよね、ちょっとね、テンション上げたいよね。
カラオケルームでも歌ったことあるっけ、あれ、あの曲萌え。あの曲歌ったことあるっけ。チーム A の目撃者の曲なんですけど。あ、あ、萌の音色が、あと本当に好き。カムサムインだ。伸びしろありそう。伸びしろありますか。あの曲歌ったことない気がするんだよな。あ、これ。これ、これ歌うね。あれ、歌ったことあるか。冒険者公演すべて歌った。嘘。歌ってる？歌ったことある。あ、歌ったことあるわ。でも。あ、これ歌ったことあるわ。あるわ。あるや、もうこれ。冒険者あるかも。でもこれ、これあるけどテンション上がるから歌ってもいい？この曲なんかね、この間2回公演の時に歌って、その時ちょうど5周年を迎えたばっかりの時だったんですけど、ちょうどまるまる。あ、もうバレてる。バレてた。都会の片隅、蜃気楼みたいに突然あの日生まれた夢のフィールド、ジャージに着替えて始めたレッスン、自分を切り開いて未来輝した、誰も期待してない22粒の種だった、いつかは一面花咲く日が来るまで。ビアザチームへ、パイオニアよ、進めチームへ、信じるんだ、さあ自分にかけろよ、失うものはない。ビアザチームへ、パイオニアよ、進めチームへ、汗を流せ、今全てが始まる、あの頃の本気を思い出そう、もう一度。これのね、2番の時にね、いつもセリがこうなる、もういつも。誰もが無理だと周りで笑った、それでも一人だけが見守ってくれた、後には引けない、やるしかなかった、泣いてる暇はないよ、努力が実を結ぶまで。雨や風に打たれて強くなってゆくように、いつしか仲間は一つになっていたよ。 We are the team へ、初のトライ、行けよチームへ、諦めるな、さあ形にするんだ、プライドがあるよ。 We are the team へ、初のトライ、行けよチームへ、前を向いて、そう意地でもやるんだ、これから来るものへ、成功の前例を。よっしゃ行くぞ、タイガーファイヤー、ダイバーダイバーファイバーじゃあじゃあ、ここ大好き、これみんなで目合わせるシーン。We are the team へ、パイオニアよ、進めチームへ、信じるんだ、さあ自分にかけろよ、失うものはない。 We are the team へ、パイオニアよ、進めチームへ、汗を流せ、今全てが始まる、あの頃の本気を思い出そう、もう一度。
ション上がるねやっぱり。テンション上がるね。いいねいいね。さあ、Bluetoothが反応した。なんでBluetoothすり開いてるんだ。やめてくれ。ごめん止まっちゃったかも一瞬。こんにちは。ただいま。止まっちゃった。ああいいねその曲。じゃあみんながもっと盛り上がる曲歌っていい？これもねこの間みんなが盛り上がる曲ね。いくよ。マッキーさんこんばんは。カモンベイビーアメリカは確かに盛り上がるけど歌っちゃダメだ。夜の水族館は人影も少なくて青いライトに浮かぶ水槽に立ち止まった。見たこともない魚たち。予想当たった。泳ぎ続けるサラメ。愛がなくなると生きられなくなる。私に似ているわ。あなただけがキャパシティ、他の人は無理なの。人にしか愛せないわ。あなただけがキャパシティ、狭い世界私は限りなく愛し続ける。回遊魚すごい。キャパ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 シティがめっちゃ流れてる。幻想的な窓は知らない海の底で、生き物たちはいつも生まれた場所で生きる。進化している魚たち、悲しみを乗り越えて、環境に合った愛し方なんて私はできないわ。決められてるキャパシティ、一途すぎる思いは不器用な追いかけ方。決められてるキャパシティ、臆病だけど私はいつまでも休むことなく愛おしい。これ入ってんの？若干あなただけがキャパシティ、他の人は無理なの。一人しか愛せないわ。
あなただけがキャパシティ、狭い世界、私はこのままで愛し続ける。回遊魚ね、最後のヒュ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 みたいな、イエーイ、回遊魚のキャパシティでした。みんなコメントありがとうキャパ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 シティ。じゃあ AK ってきたから B の次盛り上がる曲歌うね。 B の盛り上がる曲といえばこれだな、これや。さあ何歌うでしょう。今 A K って来たから B。 外れた？あら。チャイム鳴ったら誰より先にドアを開けて外へ飛び出そう。勉強なんかできなくたってもっともっと大事なことがある。グラウンドのその真ん中で校舎に向かって叫ぶ。自分に正直に俺は生きたい。君が好きだ、たとえ振られたっていい。本当の気持ちをごまかしたくはないんだ。君が好きだ、どんな過去あるったって溢れるその思いを飲み込まないよ。誰に冷やかされたって、言いたいことは言わせてくれ。世界で一番好きだ。窓に鈴なり野じ馬たちよ、耳の穴をかっぽじって聞け。体裁なんか構わないんだ、ちゃんとちゃんと伝えなきゃいけない。こんなに大きな青空、大の字に寝転び叫ぶ。後先考えずに俺は生きてる。君が欲しい腹の底からよ、何かを隠して偽りたくないんだ。君が欲しい、どんなドン引きされたって正々堂々とぶつけてみる。もしも、もしも嫌われても腹に溜めるより悔いはないさ。バカがつくほどオネスティ。君が好きだ、たとえ振られたっていい。本当の気持ちをごまかしたくはないんだ。君が好きだ、どんな過去あるたって溢れるその思いを飲み込まないよ。誰に冷やかされたって言いたい
いことは言わせてくれ、世界で一番好きだ。イエーイ。さあ AKB と来たのですけど、4を歌いたいと思います。4はね、チーム4といえばという曲があるんですよ、モヤの中で。これも盛り上がるんじゃないかな。で、歌えるかな。なんとなくわかった。お、なんとなくわかった。いやでも多分違うかな。ああでも正解の人いるね。いきます。でん。夢を語る詩人か、地獄を覗くものか、揺れている僕の役割。さっき聞いてた。お、一目会いたい、死ぬ時思うだろう。人は勝手で優柔不断なんだ。どちらかが僕が選んだとしても、幸せになどきっとできないよ。ダンテなのかローランか、考えているのはフローズの像に向かって問いかける。辛い恋の当事者か、それとも傍観者か。頬杖の君は語らない。初めて歌ったこれ。実は初めて歌った。まだつかめてない。愛してるのは誰かがわからない。本当のことを答えないだけだろう。二人の女性を同時に抱きしめた優しい嘘に傷つけ合うだけ。他人事なん想像してるのは、この先にある僕たちの天国へ。未来なんて幻想、地獄の入り口に全ての希望は捨てよう。あ、難しい。踊ってみたいこれ。ダンテなのかローダンか、考えているのはフロンズの像に向かって問いかける。辛い時の工事
事者か、それとも傍観者か、頬杖の君は語らない。人事だったんだ。あ、申し訳ない。申し訳ないです。ね、すごいいい曲。まあ AKB4 ときて次はね。あれですよ。ノーエアもまだないよ。ノーエアはまだないねん。あれですよ、あれですよ、言いたいことがあるんですよ。言いたいことがあるんですよね、みんなもね。ね、言いたいことがあるんだよ、やっぱりみんな可愛いよ、好き好き大好きやっぱ好き、あーふふふ、あい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 、あーよし、行くぞー、タイガー、タイバー、タイバー。真っ青な空を見上げて、誰かのこと思ってますか？今すぐに会いたくなった、誰かいるっていいね、幸せなこと見つけたときは君に分けてあげたい。47の素敵なあの街へ歌を歌いながら会いに行こう。大好きな車に乗ってワクワクする分近くなる、会いたいと思ってるのに、ここのところご無沙汰でした。目を閉じて顔が浮かぶ、大事な人君だ。悲しいことがあった時には話を聞いてほしい。47の素敵なあの街へ何を話そうかと考えながら、のんびりと景色を眺め、ドキドキするのが楽しくて、北海道青森岩手宮城秋田山形福島茨城群馬埼玉千葉東京新潟富山石川福井山梨長野岐阜静岡愛知三重滋賀京都大阪兵庫奈良和歌山、鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児
鹿児島沖縄47の素敵なあの街へ歌を歌いながら会いに行こう。大好きな車に乗ってワクワクする分近くなる。47は行きたい街の数、ずっと私のこと待ってくれてる。いつの日か全部回って日本全国の友達と笑顔の輪。やっぱりエイトは可愛いよ、好き好き大好きやっぱ好き、やっと見つけたお姫様、俺が生まれてきた理由、それはみんなに出会うため、俺と一緒に人生歩もう、世界で一番愛してる、愛してる。テンション上がるね、やっぱりやっぱりテンション上がるね。どの件全部覚えた？47の素敵な街で、愛してる、盛り上がるね。なんだろうな、こうやって考えると AKB の曲っていっぱいあるよね。全国言えるの久しぶりに全国言えた。まだチーム A から戻る。チーム A、 KB4、どうしようかな。AKB メドレーって気にならない？なんかランダムリクエスト？ NGT の曲、ずっとずっと、初日右肩。気になるよね。なんか AKB メドレー1位2位みたいなのがあるんですよ。AKB ヒットソングメドレー1位2位、 AKB メドレー1位2位3。気にならない？なんか歌詞に書いてあるの？でもそう、何番がいい？ 1,2,3 AKB メドレー 1,2,3 あるから、何がいい？そう、前に歌ったことある。そう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 、ゆきん行ってらっしゃい、頑張れ。え、ちょっとアンケート一緒に取ってみる？ちょっと時間もあれだけど、枯葉のステーションも歌いたいけど A メロ歌える自信がない。1から順に歌ってく？1から順に歌ってくの？いいよ。123ってじゃあ歌うね。いきます。でもすごいよね。すまてよ、出さなきゃテロップに。
スカートひらりですね、これは。女の子にはスカート左ひるがえし、走りたくなる時がある。何もかも捨てて愛に向かうよ。恋のスカート左ひるがえし、火がついたように、私たち何をしても許されるとしごるよ。制服が邪魔をする、もっと自由に愛されたいの。どこかへ連れて行って、知らない世界の向こうを。制服が邪魔をする、もっと自由に愛したいの。そういう目で見ないで、たかが女子高生よ。誰か見てても関係ないわよ。キスしなさい。おお。制服が邪魔をするですよね、今のは。軽蔑していた愛情、難しい。して愛情を知らぬ間に求めている。この国なんてなりたくない。抱きしめて欲しかった、誰かに。お、会いたかった、会いたかった、会いたかった、
君が君らしく生きてることを。おお、これ多分最後だ、多分。花びらたちがハラハラ、この頬流れ落ちて歩き出す。青い空を見上げ大きく深呼吸しながら、涙の花びらたちがハラハラ、思い出のその分だけ美しく、目の前一緒に登って手を振ろう。続いてメドレー2、もう予約はしてあります。あくーちゃん、こんばんは。あにょ。これ歌って、3歌って、そろそろ終わりにしますね。走り出すバスを追いかけて、僕は君に伝えたかった。心のモヤモヤが消えて、大切なものが見えたんだ。こんな簡単な答えが出てるのに、何にためらって送ったのだろう。僕が僕であるために衝動に素直になろう。大好きだ君が大好きだ、僕は全力で走る。大好きだずっと大好きだ、声の限り叫ぼう。大好きだ君が大好きだ、息が苦しくなるよ。しまっておけない大声ダイヤモンド。10年後にまた会おう、この場所で待ってるよ。今よりもっと輝いて、卒業はプロセスさ、再会の誓い、すぐに燃え尽きる恋よりずっと愛しい君でいて。おう、Maybe 好きなのかもしれない。青い空には雲は一つもない。 Maybe Maybe 好きなのかもしれない。それが恋だと分かってるけど、言い訳 Maybe。ハッピーハッピーバースデー、ケーキのキャンドルを一息でさあ吹き消せよ。君のためのパーティー始めよう。ハッピーハッピーバースデー、作戦は大成功。誕生日
覚えてたのさ。こんな大勢の友達が歌ってる。君の頬に涙サプライズ。お。そんなロマンスいらね。目を覚ますのよ。キスなんて早い。焦ることはないわ。そんなロマンスいらね。ノーと言わなきゃ。本当の愛しさに出会うまでは。だと心で何度もつぶやく勇気とはいらね。お。好きじゃなく愛してる。ハートはドキドキ本気純情なさなぎから羽まで生えた。好きじゃなく愛してる。あなたの甘い蜜まで飛べないアゲハチョウを。飛べないアゲハチョウ懐かしい。君の目の前に川が流れる。広く大きな川だ。暗く深くても流れ速くても。お見えなくていい。離れていてもそうだ。向こう岸はある。もっと自分を信じジロよ。君の心にも川が流れる。汗と涙の川だ。失敗してしまっても流されてしまってもどうやり直せばいい。弱音吐くなよ。夢にしがみつくんだ。願い叶う日が来るまで。カオーワタレ You can do it。 すごいね。急にロマンスいらんとか飛べないアゲハチョウとかコアな曲が。これ長いな長いな。7分もあるよ。次次の曲入れとこ今のうちに。おそうきたか。カレンダーより早くシャツの袖口まくって太陽が近づく気配。僕の腕から転がれ青い海波打ち際で君と会いたい。裸足の水しぶきポニーテール揺らしながら風の中。君が走る僕が走る砂の上。ポニーテール揺らしながら振り向いた。君の笑顔僕の夏が始まる。
ちに行く。始まった。諦めなければ夢は叶うんだ。ずっと頑張ってきた君の努力報われるように。始まってた。どっから始まるか分かんない。魔術家のクロール惰性息が出るだけじゃ、ガンなんか飛ばしてたって始まらねえ。魔術家のクロール力見せつけたいなら、ここでタイマンハローぜ。招待もう知らず、身のほど知らず、無抵抗なまま。今僕らは夢見てるか、子供のように今さらに支配された。鎖は引きちぎろう。チェン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 ザマイライフ、チェンチェンヨーマイフ。何も知らなくていい、ビギナー。おおおおお、桜の花は別れの詩。あの曲が、これやな。あ、違った違った。ね、急展開。君に
時間がないのでそのまま流れでいきます次歌う曲はちょっとワンハーフ歌って、もう一曲もワンハーフ歌って次の曲で終わりたいと思います。気づかなかったのか、美しい今夜の空を見つめ合ってたから、星のことを忘れてた。静かすぎる夜は世界が息を潜めてる。どこかの恋人に何かを気やしないかと、腕に抱きしめる強さでなぜか不安が募った。微妙に感じたの、昨日とは違うあなたを。月の仮面隠している本当の気持ちを、闇の中に消えてくようなもどかしさと諦め方。愛してても叶わぬなら、この身引くしかない。私のこと探さないで、夢はもう愛の道かけ。ほう、これは初めて私がランクインさせていただいた曲です。続いて、あ、そう、2回あるんだね、これ。君のあの麦わら帽子、風に吹かれ飛ばされてた列車の窓、茜空、一瞬の夏の終わり。本当の兄弟みたい、そう言われて育ってきた。君といつでも一緒にいるのが普通と思ってた。でもなぜか急に僕は手をつなぐのが恥ずかしくなったんだ。何も変わらない二人だったのに、浴衣の君にハッとしてから、かな。君のあの麦わら帽子、僕がもっと手を伸ばせたら、風にそう飛ばされずに終点へ走り続けてた。大人になるってそういうことか、ふと思い出した切なさ。時間がやばい。僕が好きなアイドルを、よし、あ、やばい、今何分、あ、51分、やばい。はい、というわけで、そうね、時間がね、本当にやばい。ちょっと時間計算をミスりました、また萌えのカラオケ味よくあるんですよね、この時間計算ミスるの。はい、というわけでね、今日は3時間ぐらいですか、見てくれてありがとうございました。こんなね、本当になんか急なカラオケ配信で本当に申し訳ないですけど、
まあ、カラオケ配信した理由は一つありまして、AKB48 グループの歌うま決定戦というか歌唱力ナンバーワン決定戦があるじゃないですか。それで、まあ、さっき発表されたと思うんですけど、さっきからコメントでねちらほら皆さんがコメントしてくださったんですけど、ラブイッツオーバーという歌を歌わせていただくことになりました。そうですね、この曲はすごい難しい曲でもあるんですけど、すごいママとたくさん悩ん でパパにもいっぱい相談したり、こう悩んだ結果こうフィーフィーさんの歌を歌わせていただくことになったので、その練習もねちょっと兼ねて歌わせていただきました。なのでね、みんなのやっぱり応援がないとやっぱり本当に緊張すると思いますし、本当にこう松田聖子さんの曲とかもあったんですけど、自分がやっぱりガチで挑みたいっていうのもあったのでこの曲にしました。だから応援してくれたら嬉しいですし、やっぱりファンの皆さんがいないとここまで来れなかったなって思うことがたくさんあるので頑張りたいと思います。というわけで、はい、最後の曲ですでね、ちょっとね空の配信と本当は被っちゃ被りたくなかったんですけど、空がね2位になったっていう報告をファンの方が教えてくれたのでよかったです。なんか申し訳ない気持ちでいっぱいだったんですけど、聞いてください。あ、ドキドキ。あの日の歌が流れ、時計が巻き戻されて、涙が止まらなくなった、記憶の宝物、何もわからないまま夢を見てた私に手を差し伸べてくれた。一番大事なことは前を向いてることだ。うなずいて元気が出た。あなたがいてくれたから、どこまでも歩けたんだ。辛い時は振り返って、その姿を確かめた。あなたがいてくれたから、諦めずやってこられた。私にとってあなたはずっとそこで優しく見守る。ホームタウン、2年の時が流れ、しばらく会えなかったね。時間大丈夫かな。それでも忘れてなかった。心のあの日なた、不意のさよならだった。誰のせいでもなくて、ただ違う道を行く。夢は逃げたりしない、諦めなければ。微笑んでいてくれた。あなたに応援され
して頑張りを褒められたい。あなたに応援されてまっすぐに迷うことなく、ヨタの胸で泣きたかったよ。愛は遠くて近くてホームタウン。ファンの皆さんに支えられていつもここまで来ています。今のうちに皆さんおつもえとコメントしてください。あー大人になれたでしょうか、あの頃の私よりも幼すぎて何も見えず我がままを言ってた日々。大人になれたでしょうか、いくつもの涙流してようやくここへ帰ってきたよ。ああ大きな支えはホームタウン。あなたがいてくれたから、どこまでも。これ途中で終わっちゃうやつじゃない今日は皆さん本当にありがとうございました。また配信するときはゆったり時間を持って余裕に時間に余裕を持って配信したいと思います。はい、あと20秒ああちょっと泣きそうになりましたが、ああ本当に今日もありがとうございました。おやすみなさい、おつもえ